それは逆にプレッシャーになって、はい、それはそれでまたいいじゃないですか、ね、自分にプレッシャーになって。そうですね、やっぱりそういう人がいてくれると。あ、じゃあ逆にあれですか、試合前に結構意識してましたか。そうですね、うん、福岡選手より自分の方が緊張してたんじゃないですか。あ、そうかも。もうなんか前の日寝れなくて。あ、帰って。そうですよ、もう緊張しちゃって。その分結構福岡選手はこの前の試合とかより、うん、伸び伸びやってるように見えましたね、うん、やってて。ここまではね、確かにね、福岡非常に積極的によく攻めてますけどね、はい、だから割とそんなに受けて立つっていう感じでもないですか。そうですね、意外ですね、トヨタ選手が緊張してなかったっていうのは。向こうの方がまたあんまりないですけどね、自分そういうこと。別の団体から来てる人の方が割と注目ねされやすいし、割と福岡選手の場合はまあ頑張ればいいぐらいでしょ。でもトヨタ選手はまあやっぱ差を見せつけないと。そうですね、そうですよね、横綱相撲しないとね、格の違いというかそのあたりアピールしなきゃいけない。こういった逆のプレッシャーってのはやっぱあるんでしょうか。ありましたよ、すごく。お客さんも当然そういうの期待しちゃいますしね。あーっと、しかしこの辺は格の違いを見せつけるんでしょう。ランニングドロップキック、福岡や選手の方がまず真似したのってこのドロップキックの形とかでしょ。そうですよ、このドロップキック、そしてミサイルキックを直接食った福岡、どんな気持ちでいるんでしょうか。これがこのドロップキックかなんていうふうに、まあ、そんなこと考えてないでしょうけども感じてるかもしれませんね。これ呆然、直接このドロップキックを浴びたのは初めて。しかし果敢に返していきます。綺麗なブリッジからうまくホールに固めたんですが、カウントは2。あ、しかしこの辺はね、放送は甘くありません。トヨタ今度は逆にトップロープから、しかし福岡もん、これは得意の流れ式のパワースラムに行くのか。あー、来ましたね、流れ式パワースラム強烈。うん、カウント2。これ綺麗だったですね。綺麗ですね、うん、これはどうでしたか、受けた時は。これはトヨタ選手やらないですね。そう、自分こういうのはやらないんですよ。パワーソットですからね、これね。全部が全部福岡選手の技がトヨタコピーではない。ではないですね、いくつかはね、違うやつ、はい、コピーさんに言ってでも、まあ、割り気はしないっていうか、どうなんですか。そりゃそうですよ。どうですか、自分にない技を食った時の感想ってのは。結構驚いたような感想してる。なんとも言えない。なんとも言えない、うん。やっぱり同じ技をやるなっていう、ね、戦前の構えがあって、うん、それなら同じ技でこの違い見せつけてやろうとかって考えたんですけど、はい、うん、これをやられたなとね、本家本元をこれが必要ですけど、いろいろやっぱ考えたんじゃない。形は福岡選手の方が自分の何倍も綺麗ですから、うん、あ、そうですか。だから、うん、ね、本当自分雑なんですよ、やることが。まあでもその分、うん、まあ、形は雑だけど、うん、その分他のところで違いを見せていこうと思ってたので、うんうん、ね、まあ、ローリングクレードルとかも、うん、まあ、5周回、ね、そう、ええ、5周回したとしたら自分はもっとその場合回そうとか、うんうん、もう最初から考えてたので、うん、このシーンが、ね、出てくるかどうか楽しみですけども、ローリングクレードル合戦、ご覧のように、ね、同じようなコスチューム着てますので、どっちが回してるんだか、どっちがかけられるか、分かんないでしょうね。分かんなくなっちゃうかもしれないですけど、悪い人は、はい、赤い靴が福岡で、はい、白と金がね、取ったっていうか、はい、これも綺麗ですね。でもこの日のトヨタ選手はあんまりカリカリしてなかったですね。なんか、もっとなんか、うん、気持ち的にはなんか、うん、受けてたと。そう、ピリピリしてる人が、うん、ね、カリカリしてる日多いでしょ、試合で。そうですね、やっぱり割と落ち着いてやらなきゃ、うん、なんかいつも自分ってなんか焦ってなんかないですよ、ね、せかせかしてるだけじゃないですか。やっぱ
ね、福岡選手と当たるときそういうレスリングをやってちゃ、うんうん、格の違いが出せないじゃないですか。そうですね、もっと落ち着いてどっしり構えてなきゃいけないのに、リズムに組み込みですよね。しかしそろそろ出てくるんじゃないですか。あ、今のドロップキックもね、先ほどの正面のね、はい、海外選手を慣れて開眼したこのドロップキック、そしてダブルアームスープレックス、そのままホールに来ましたが、カウントはどうか、うん、中央で決まりましたが、さあここまでは両選手一進一退の攻防です。あっと、これは真似できないでしょう。どうか、見事にどうかの肩を利用しての綺麗なドロップキック。そして、あ、これも真似できないでしょうね。福岡はちょっとこの日は綺麗に塗れなかったんですけど、あれ立った後いろんな返ってき方ありますね。バッチューやってもいいし、そうですね、まだ完成されたばっかりなん、うん、完成されたっていうか、まだやり始めたばっかりなんで、あの最初はプランチャープランチャー系で、うん、あー、これからバリエーションも完璧にできるようになったら、うん、もういろんな入り方ができると思うんで、楽しみですよね。楽しみですね。そのうち期待しててください。オープンに振られてそのままトップロープ飛び出ちゃうだけでも、ね、立っちゃうね。ものすごい運動神経だなって思っちゃうんですけど、まだあそこからあるんですか。すごいな。あ、そして、あ、うまくうまく取ってきた。これは綺麗に返して丸め込んだ。カウント2。今度はどういった展開を見せるのか。この辺は早い。強烈にね、背中からドロップキックを浴びせていって、さあ場外へ何が飛び出るか。逃げられちゃったんですよ、という間に読んでます逆サイドに。これを食ったらおしまいとばかりにね、一目散に逃げてしまいましたけど、福岡選手も多少息荒いですよね。もう、そうですね、そうですね、やはりスタミナっていう、あっと、いや、エプロンサイドに立つ福岡に、あ、今度は先ほど、先ほどはトヨタはかけ損ないましたけれども、さあどうか、飛んだ、あ、これは、あ、危ない、